りも重すぎてすごい私すごいよ自画自賛なんだろうおお結構いいですよ引きめっちゃ重いし、うん、あこれ何メーターって言ってたんでしたっけ今100メーターくらいですか100メーターぐらいです少々お時間取ります久しぶりに釣りしてる気がする腰なくなったあっ腹だ腹だはい、一投目でタラが釣れました。ほんと一投目でしたね。すごい。そしてですね、今これ、測ってるじゃないね。この挟んでるですね、フィッシュグリップ、ハピソンから今年リニューアルしました。従来のものと違って、バネが強くなったっていうのと、あと、カラーも新しく赤色になりました。で今使ってるこのタイプのグリップだと Bluetooth でアプリの方と連携することができて今までだったらね今までっていうかもう一個の方だとサイズだけ画像に一緒に映るようになってるんですけどこっちの Bluetooth で連携できる方はここに出てるオートで出てるキログラムも一緒に画像に残すことができるのでぜひ皆さん自分の記録をね作ってみてくださいはいこれが、ハピソンから今度新発売になります計測マルチハサミです計測シリーズの一つですねつもとさん、ね、究極の打ち抜きのつもとさんも、これを開発するにあたって力を貸してくださっていますでハサミなんですけどマーカーもついていますで開けるとノー締めするピックがついてるのでこれでまずノー締めしてあとはエラのところにハサミを入れて血抜きをしますやってみますかやってみてくださいはいやってみます最初にピックでのを締めしますね。ってどこら辺なんですか？目の横あたり、この辺ですね。くぼんでるあたり。はい、じゃあ入れます。おお。ね、血が出てきますね。はい。そして口も開いてる。今度はこれを危ないのでね、これをしまいます。そしたらこれをですね、そのままやるというよりは。こんな感じでちょっと反らせるようにしてこのハサミをエラのこの動脈走ってるところに入れてで、かきますうわすごい血出てきますねすごいですねいややっぱこれやることによって美味しくいただけますね全然違うと思います大事ですねはいぜひこれ試してねもらいたいなと思います。切れ味いいですね。うん、めちゃめちゃ切れますね。このね胸びれの硬いところもすっぱりいきます。サクサク。うん、で、まあこの辺もブチッと一発で切れるので、あとエラの処理とかもねしてしまえば、お家に帰ってからが楽ですね。楽ですね。やることがなんか。でこれすごいこう汚れるんですけどこれねフッ素加工してあるのできれいに洗えるし分解することもできますちょっと血だらけだけどやってみますねただこの中にですねバネが入っているので船の上とかで落とさないようにこれですね気をつけてくださいとこれまあナイフ2本みたいになってるので、まあ、使い方次第では尻尾を落とすこともできるということになりますね。鱗も取れてますね。鱗も取れますね。鱗取りもできるようになりますね。おお、もう
船の上で何でもできてる。船の上で何でもできてる。家に帰ってから楽ですね。これキャンプとかにもいいかもしれないですね。あ、そうですね。いろんな使い道があると思います。非常にサビに強いという素材になってます。元に戻すのも簡単なので、ね、このバネだけなくさないように気をつけてください。はい、手食いじゃないですか、私だけ。そうだよね。これ良さそうだな。これ良さそう。新商品ですね。こっちはここにはかりが重いバネばかり。こっちがあれですよね、デジタルで測れる方だ。お好みで使ってもらえれば。はい、このサイズで曲がるなと。お、疲労がすごい。よいしょ。なんかあ、でもソイ系もね、走るよ。でしょ。うん、こいつ。それっては違うっぽい。え、筆がかりとかじゃないですか、もしかして。それも、それも。私がこういう時って大体筆がかりな気がするんですけど、気のせいですか。なんかそう考えたらちょっと悲しくなって。リビング好きなんだもんね。大好き、リビング。みたいに出てきた。すごい。なんであんなこんな出てきたんですか今。でかーい。今日一じゃないですか。今日一だね。あ、ハモ壊れた。ハモが抜けたよ。あー、いやー、釣れましたー。これを待ってた。ですね、重さはね、ちょっと揺れてるから正確には分かんないんですけど、6キロは全然超えてますね。 6. 点何キロだと思います。6キロ前半くらい。いやー、ふっといですね。いやー、よかった。腹やばいな、それ。ですね。あ、暴れます。うわ、すごいお腹。怖いぐらい。でも画面あれするとあんま大きく見えないのが不思議だ。よいしょ。でかすぎて。でかすぎて。行きます。
ごい量が出るね、やっぱりでかいからね。うわすごい。これがバッテリーコンパクトですね。ここについてます。で、今ここにインジケーター、ここに3つついてますけど、結構使ってても半分いってない感じなんで、かなり持ちます。で、私船頭やってるので、この状態でもう一日中腰につけっぱなしでやっても全然苦にならないですね。重さはだいたい1キロなんで、あんまり気にならないです。で、ここに小さい LED がついてるんですけど、これですね、これ非常時に満充電だった場合3週間点灯し続けるライトになります。まあろうそくとかそういうのよりは、まあ安全に使うことができるので、非常時に使っていただければなと思います。あと裏に出力があるので、モバイルバッテリーとしても使うことができるようになっています。パワーも十分あるので、タラ、こういうさっきも6キロとか出ましたけど、10キロぐらいのタラがするでも全然問題なく使えます。やっぱ楽ですね。一度使うとやめられないです。こんな感じですね。今先生80メートルから上げてきてます。はい、ちょっと小ぶりですけど、まあ、こんな感じで釣れます。サイズがいい感じ。抜けちゃった。良さそうじゃないですか。うん、そう、ドラグ出るし。
重いですよ、かなり。あ、そんなこともはい、やっぱ深いと重く感じるんですね。まあまあね。やったー。でもカレーはカレー、マガレーでした。いやー、美味しそう、美味しそう。色も透明感、なんでこう釣れ始めるとほんとパタパタ釣れるんですかね。そうなんだね、カレーは。どういう性質でそうなって、2、3枚釣れて、また2、3枚釣れて、深すぎるって怒られますね。なんか唐揚げで食べたいからちっちゃいのがいい。お、それは何ガレーですか。これはまあ、え、これもお父さん、マコだよね。なんていうの、落ちパク、カレーで落ちパク、めちゃくちゃ珍しい。まだ、おじさん、まだ。閉まりました。